今シーズンでまた FA をゲットできるようだな。まあまだ何も考えちゃいねえがな。3開幕スタメン落ち。代打の切り札枠に収まるんだな。開幕戦は当然俺が先発だ。ベンチで応援してるぜ。ブラック頑張れよ。1回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はベテランブラック、対するドラゴンズの先発は期待の逸田菱沼。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。赤星か。何逆転。開幕戦勝ったでー。失点は初回だけだったな。あ、舐めてんのか。てらやかーん。3失点もしたんだぞ。こじきは消えうせろ。ふう、破壊されなくてよかった。今年はルーキーの武田をしごいてやろう。強化選手はマサルさんか。球速安定だ。バンバンしごいていくぞ。さて帰るとするか。俺もあん。ふん、転売はするんじゃねえぞ。その後も武田をしごいていったぞ。たまには顔出すか。来てやったぞガキども。腹筋334回だ。なんでや。お、俺の車が。車壊れるのね。記念館にも行ってやるか。記念館を見るぞ。ふん、お前は運がいいな。俺はほとんどここに来ることはないんだからな。ふん、さっさと帰れ。別に俺は優しくなんかないんだからな。これはツンデレブラック。黙れ。はい。おい、あのガキめっちゃ広めてるじゃねえか。キッズファン大量ゲットだぜ。今シーズン終了だ。今年は100勝できなかったか。しっかり勝ち進んで連覇継続するぜー。今シーズン終了。Gホームラン王は無理だったか。三冠王ならず。今すぐチャンネル登録を押せ。誰だ？お前か。またゴルフか。よかろう行ってやろう。さあ日本シリーズだぜー。今年の相手もロッテか。またロッテが上がってきたか。横浜 DeNA ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズ、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はベテランブラック、対するマリーンズの先発は期待の逸材小斎。この両方初戦取ったでー。当然俺だ。さて本日のヒーロー。完封負けー。チームを落としてしまいました。さて、これで勝ち越しだぜ。残り2連勝で決めるぞ。さて今日のヒーローは。これで大手だぜー。明日で終わりだな。日本一だー。日本一の座を手に入れました。歓喜の瞬間です。バンジャイ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 
一敗したが余裕だな。ブラックがいる限り日本一は継続だぜー。ふん、俺が FA で出ていったら暗黒時代かもな。アンブラック出ていかないでくれよん。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった4連覇やでー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたベイスターズ。さあホテルに行こうぜー。うおー、さあ来い若いの。うわー、濃いのがいっぱい出たな。お前も来い。にゅー、若い奴らはやっぱりすごいぜー。もう我慢できねー。おい早すぎだろ。ふん、伊勢だな。破壊。ふん、次は松井だ。破壊。雑魚が。ふん、クラウザー首何回。成績は知らねえが若くていい能力だったのにな。エンバリー。そういえば今年の目標のことすっかり忘れてたな。達成できなかったか。ふん、褒めたたえよ。赤星か、開幕戦では3点も取られたからな。気が向いたら言ってやろう。今年はスタートダッシュがダメだったか。開幕直後が一番成績悪かったのね。打つ方はスタート出し切れたのね。7月に夏バテしたな。今シーズンもしっかり防御率0点台、20勝達成か。三冠王にはホームランが足りねえか。ピンチはさらに良くなったのか。対左もだ。めっちゃカモがいて笑った。チャンスが下がったか。去年が異常だったんだよな。対左もダメだな。また対戦なかったか。なかなか国部と対戦しないな。
チーム防御率全然だな。あの条件が厳しすぎかもな。あー、俺は完全に代打の切り札枠だ。でもすげー打率残してるじゃねえか。えへへ、これならまだクビにならずに済みそうだぜ。サムは今年もダメじゃねえか。ロングも今年は良くなかったな。ふん、そのことか。ブラック残ってくれるんだよね。あばよ。もう最強タイガースを倒す任務は果たしたからな。そんな。その3球団だけか。俺はまだパリーグに移籍したことねえからな。パリーグ進出してみるか。ブラックはパリーグ希望か。まあこの中ならハムだな。ブラックは日ハムに移籍か。日ハムだ。暗黒時代にならないようぜいぜい頑張るんだな。うまくいけば奥井監督になるかもな。やあやあブラックくん、よくぞ我がファイターズに来てくれた。ふん、相変わらず顔が同じだな。わしたちは12坪だからね。君の年俸は最高額の10億だ。そしてミッションもぜひ取り組んでもらいたい。楽なのがあったらやってやろう。一つ目はチーム防御率だ。おい、俺は高知県民で移籍したわけじゃねえぞ。二つ目はこれだ。おい聞け。三つ目はこれ。ホームランと打点か。さあどうするかね。まあこの中なら最後のやつだな。そうか、やってくれるか。期待しているよ。ファイターズを日本一に導いてくれたまえ。あん、ハムの監督はお前なのかよ。金子ちーちゃん監督なのね。ふん、打撃どころか野球の神様レベルだろ。あん、ふん、テレビか。拍手が小さいぞ。勝つだ勝つ。なんだよそのチンプレイは。今度はなんだ、ガキの重りかよ。来てやったぞ。さっさと終わらせて帰るぞ。キャラゲットだ。今度はファンカンか。わざわざ北海道まで来たか。お前らは真の俺のファンだな。転生じゃねえな。キャノン引退か。あの顔がでかかった助っ人か。奥井。俺じゃねえよ、小久保だよ。お、俺は大丈夫、だよね。もうおっさんだからな。いやだー。来た。契約更改やでー。ち。でもマジでそろそろやでーな。自分から言えば退職金もらえるかな。もらえねえよ。ですよねー。知らん奴らだな。セリーグばっかやんけ。桑田は楽天か。金村、誰だっけ。お前中日時代バッテリー組んでたやつだっけ。もう昔すぎて中日時代のことは忘れたな。こらこら。ふん、どうせ三振だ。任せておけ。お前完全にアウェイだけど大丈夫か。移籍したからうまいこと調整してくれたんだよ。今回はかっ飛ばしていくぜ。ふん、まあまあだな。あん、来季もってここでは初めてだろうが、俺は移籍初年度だ。自分のことだけに集中させろ。さて毎年恒例行事行くか。今年もやろうぜ。しっかり準備してこい。
次は、お前も報道実施トレに呼んでやろう。最後は、もしもし。報道実施トレだ。オッケー。新天地で結果出すためにもしっかりしごくぞ。このメンチか。よろしく。気合い入れていけよ。あー。ふん、いい実施トレだったな。20日を合わせだな。当然一軍だ。あん？今年の転生はどうだ？知らんな。モブだな。役立たずめ。日ハムの去年の成績を見てみるか。3割バッターはいねえけどホームランはそこそこかな。村田と今井がいるな。先発陣は防御率3点台。クローザー以外なんとも言えんな。あーん、衰えがー。まあ代打なら仕事してる方だろ。残りの野球人生は代打だな。今年も一軍デビューならず。俺の代わりに先発ローテ入りできるといいな。武田も登板なしか。しっかりブラックにしごいてもらったようだな。今年も成績はまあまあかな。打点はいい感じだな。俺も結果出したぜ。相変わらずよくわからん起用法だな。まあ高卒ならこんなもんか。26歳なら微妙かもな。赤すぎだな。こいつも年齢の割に全然だな。赤徳がひどいな。こいつはそこそこだな。武田はまたホークスか。赤徳もあるけど結構徳能あるのね。中田は巨人か。いきなり巨人に入団した世界軸。真摯に育てよ。やめなさい。偽北条か。地味に似てるけどな。破壊。あん？ふん、ドイツのことか覚えてねえな。まあしっかり頑張るんだな。今度はなんだ？何個だ？せっかく日ハムを優勝させに来てやったのにその扱いかよ。トレード志願するからな。キャンプでは特能磨きだ。今度は何の用だ？起用法か。当然先発だ。完投してやろう。いいぞ。当然だ。何度も聞くなよ。俺様がエースで4番だ。これで準備完了だ。誰だ？なんだ？ほう、この年でも選ばれるんだな。俺も選ばれたぜ。国部も選ばれたのか。まあ俺は選ばれないやろな。よろしく。マジか。FA で初めてのパリーグに移籍。だがその前に国際大会だな。続く。